日本アジア航空、日本アジア航空株式会社、日本アジア航空は、かつて存在した日本の航空会社である。日本アジア航空は、日本航空の完全子会社、JAL グループ企業の一つであり、1975年8月8日の設立以来、主に東京国際空港、羽田を拠点に日本と台湾を結ぶ路線に就航していた。 国際航空運送協会 IATA 航空会社コードは EG であるが IATA には加盟していなかった。なお、台湾では日夜の略称が使われることがあった。2008年3月31日をもって日本航空に九州合併され32年の歴史に幕を下ろした。なお、同年4月1日からは合併後の日本航空が自社便として運航している。 同社の ICAO コードである JAA は2009年12月に設立された太陽国の航空会社である Z アジアエアウェイズが2010年以降使用している。1972年に日本国政府と中華人民共和国政府との間に日中共同声明が出され国交が築かれたことにより日本は台湾を統治する中華民国政府と断交した。 日本台湾路線は、当時は、日本航空により運航が続けられていたが、後に、当時の内閣総理大臣、田中角への肝入りで締結が休がされていた、日中間の航空協定を締結する際の中華、人民共和国政府下の申し入れにより、同国に乗り入れる日本の航空会社、イコール日本航空の台湾乗り入れは禁止とされた。その上に、 このような状況を受けた1974年4月21日の台湾当局による日体間の航空路線断絶により台湾への便は廃止中華航空も日本乗り入れ中止となった上日本航空機の台北 FIR 通貨も一時拒否されたそこで別会社として設立された日本アジア航空が台湾への便を運航することで日中航空協定における 日本航空の乗り入れ禁止項目を避け、日本航空グループにおける台湾航路を補う役割を担うととなった。このような策は当時、両国に乗り入れる世界中の多くの航空会社で見られた。KLM オランダ航空による KLM アジア航空、KLM アジアなどもその一例である。1975年8月8日に日本航空の全額出資で設立され、 同年9月15日に日本航空からリースされたダグラス DC-8 から53型機によって東京国際空港と台北の台北松山空港及び高尾国際空港間の運航を開始した。その後、1978年の新東京国際空港、現成田国際空港の開港を受けて本拠地を同空港に移転したほか、 日本航空からのリース機材によって貨物便の運航も開始した。なお、その後も日本アジア航空及び日本航空は日本国政府及び多くのマスコミの表記と同様、中華人民共和国政府による一つの中国政策を受けて正式国名である中華民国ではなく台湾と表記していた。その後の両国間の輸送量の増加を受けて マクドネルダグラス DC-10 から40型機や、ボーイング747から200、300型機を導入した。1990年代以降は、グアム、当時イギリスの植民地であった、香港やインドシアのデンパサール、ジャカルタ路線の運行も行ったほか、関西国際空港や名古屋空港発の路線も開設した。1992年に金融機関などを、 対象とした第三者割当増資を行ったため、日本航空の完全子会社で亡くなった。出資比率は90.5%になったが、2004年に株式会社日本航空システム、後の株式会社本航空の完全子会社となった。その後2007年に日本側の大台,台湾の窓口である財団法人交流協会と台湾側の後関係協会が、 日本台湾路線の直接運行を認めることを確認した。これを受けて2008年4月に日本航空インターナショナルと統合されると報道され、同年3月31日をもって運行を終了し、日本航空インターナショナルが日本アジア航空を九州合併、翌4月1日に運行及び便名が日本航空インターナショナルに承継された。 なお、日本をアジア航空の日本と台湾で勤務するほとんどの社員とすべての運航機材、運航発着券も2008年4月1日をもって日本航空インターナショナルにそのまま移管、承継された。なお、一部の便については、香港国際空港にも乗り入れ、利用者への便宜を図っていたが、2005年2月17日より、台北香港間は運休とされた。 また、香港発着の同便は、香港万国を日本航空の便名の運航に用いられていた。以前は、那覇空港台湾東円国際空港の航路を日本航空のボーイング767で運航していたが、後に運休となっている。また、関西国際空港が開港した際は、JAA 日台関係の航路以外の自前運航の路線とて、 関西国際空港、バリデンパサール国際空港、スカルノハッタ国際空港、ジャカルタ関西国際空港や名古屋空港、グアム航路を運航。名古屋グアムは日本航空の機体を用いて運航していたが、後に日本航空に移管されている。なお、1990年代前半までは日本航空が運航していたグアムサイパン線に日本アジア航空の機体を使用することもあり。 この場合ビデオサービスはなし、タイムテーブルにはその旨が記載されていた。かつてはボーイング747から200には、トロピカルジャンボ、マクドネルダグラス DC-10 には、スカイバスの愛称が付けられていた。旅客転用改造の -146SF と、共に、本ペジャル機材を機材限定した形で運行したが、JA 終了間際の2000年代には、 共通機無関係で本家ジャルカーご塗装が大区間に投入された。注目はやはり1992年に無塗装となった JA8180 も JA 便で登板し、台北省海赤国際空港に初飛来した時には注目を集め、JAA 終了後には正式にジャルカ5便で飛来するようになった。戦術したように、 台湾就航を目的として当初日本航空とは別会社として発足したが基本的に日本航空を模した塗装デザインであった。また日本アジア航空との共通仕様であった日本航空の一部の機体は塗装は社名をぼかすことを目的に JAL を JA 貨物付きの場合は JA カーゴのように L を消し垂直尾翼は機体意号のみを 黒字で表記されていた。ただし、チャータービーンなどでは、日本航空塗装のままウェットリースして運航することもあった。日本のテレビ CM では、かつては、浜見え、杉本彩、葉月きりよな、ハイハイセットなどが起用され、1990年代後半からは、両国において有名である、金城武士と、志村健を長きに渡り、 金城は199年度から、志村は2000年より起用していたが、2006年度より、オセロ、中島智子、松島直美に交代し、CM や雑誌広告、ポスターなどで見ることができた。なお、金城が出演した1998年以降のポスター画像は、日本アジア航空のウェブサイトで見ることができた。日本アジア航空と同様の経緯で、 台湾線を運行するためだけの子会社を設立した航空会社があった。例として次のようなものがある。一方、ルフトハンザドイツ航空や全日本空輸などは既存の子会社、地方路線を運行する会社などに台湾線の運行を任せていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。